出る出るピーちゃんそれ。カナダに行きたい山本です。3回目から自己紹介にして乱用しすぎです。そしたらなんか旅行ってくれるかもしれないです、スポンサーが。行きたいです。海外だったらどこでも行きたいです。カメラマン春岡です。はい、久しぶりのパウダー、はい、久しぶりの山本さんパウダーですね。本日はこちらです。よく動画で見るというか、そうですね、結構動画のネタで使われますね、これは。はい、こちらはベッドプレミア、プレミアなのかな、プリメえ、わかんないプライムだよ、プライムで、これは、まあ、ワンちゃん用に買ったんですけど、きなこの遊ぶ様子を見る前にですね、にゃんこたちでやってみようかなっていう。きなこはもう壊されるんで、はい、ちょっと壊す前にいろんな動物たちに試したいな。はい、行きます。これはいくらだったかな、7000円ぐらいだったかな。そんなもんない。で、仕組みを紹介すると、上にこうポケットみたいになってるんで、そこにボールが転がって入るとポンって、はいはい、ポンって出ます、はい、で、3段階調整できるんですよ、これ。で、これよく見ると3メーター、6メーター、9メーターって書いてあるんですけど、絶対ないんですよ、そんな。あ、それ飛ぶよってこと。ちょっと顔で受けたいと思います。痛い、全然痛いわ。何やってんだよ、みたいな。ね、ね、葵ちゃんね。はい、ということで、じゃあにゃんこたちにこれをやっていきたいと思います。柔らかいテニスボールです。じゃあ、あっちに向かって、はい、行きます。もう逃げてった。リチョリチョリチョ。マジ誰も来ないじゃん。お、ハルキが、あ、ハルキ、ハルキ、ハルキ。お、ゆるが。あ、行くよ。解散、解散、はい、解散です。はい、じゃあ次はワンちゃんですね。ワンちゃんで遊んでいきます。もう早速入れちゃおうかも。ちょっとあれ、行こう、行こう。うん、ヒナコ気づいてない。ヒナコ、ヒナコ。俺なくなったよ。はい、行こう、はい、行った。あ、めっちゃ気づいた。おー、ナイス。おー、ちょっと、おー、待って行くぞ。飛んでいくよ。行け、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 行け
ちょっと、うん、うい、ありがとうございます。このやんちゃな子の向き合い方ですね、はいはい、関わり方結構こういうワンちゃん多くいてやっぱり落ち着きがなかったりとか騒がしかったりとか、うん、なんかすごい壊しちゃったりとか結構やりがちなのはそれをこう抑えようとすごい座れとか待てって言うんですけど基本その場は落ち着くんですよ。でも根本としては基本治らないです。そんなことしたら、うん、その子の中にははしゃぎたいとか遊びたいっていう欲求がすごく強い子なのでそれが現れてこういろんなもう破壊したりとかいろんなことをしちゃいます。じゃあどうしたらいいのかって言ったらもう遊んであげます。とにかく遊んであげます、うん、まずそこからです、はい、でなんかもう最初は入った時すごいもうギャギャ言ってたんですけどだいぶ今落ち着いたり、はいはい、その後にこう落ち着いてほしい時はじゃあ明らか座れこうやって落ち着いてくれるわけです、はいはい、まず犬がなんでこうはしゃいじゃうのか壊れちゃうのかっていうのをしっかり理解するのがすごく大切です。うん、はしゃぐ子にこう待てって押さえつけると例えば用意スタートみたいな状態になっちゃうし、まだかなまだかなみたいな、うん、でよしって言ったらまたすぐまたすごいはしゃいじゃうみたいな、はい、それじゃあ基本的にその場しのぎにしかならない。根本としてはやっぱ遊んであげる体力を使ってあげる。そこからどういう関わり方をするかっていうのをしっかり覚えていく。だから家で飼う場合は散歩をしっかりしてあげる遊んであげる、まあ、あとはそのフィーダーとかおやつを探す時間を作るとかそういうのでいいです。だからはしゃぐ子とかがいたら押さえつけるんじゃなくてどう向き合うか考えてください。まあ、大体研修によってのその、まあ、ある程度適切な運動量というのはあるんですけど、まあ、やっぱこうやって性格がみんな違うんでなんか本当にそれこそその個体に合わせた運動量が必要なんですね。で多分動物の感情とかを考えてしまう時って人間の考えで考えてしまうんですよ。人間の基準で。だから力ずくで制御しようとしたら抑えれるって思っちゃうんですよ多分我々人間だったら。だからそれで抑え込もうとするんですけど、まあ、実はその動物にとっては結構動物って考え方シンプルなんで素直に伝えてあげる。で、まあ、人間も一緒なんですが欲求を満たしてあげればいい感じになります。その子の欲を満たしてあげるといわゆる満足値がたまるので異常行動とかは出にくくなります。で、だから言えばきなこは犬一倍欲求度が高いんですよね。遊んでもらいたいと食欲とかの欲求度高いのでメイちゃんと同じ量しかあげないとかってすると差が生まれちゃうんですよね。そこを満たしてあげることによって普通の行動の犬になるって感じですね。俺もあのバカみたいなはしゃいじゃないですけどそのきなこのレベルに合わせてるんです多分同じぐらいですよ。満足度多分同じぐらいだと思います。他の人にもはしゃがないとかはもうやっぱ教えていかないといけない、はい、その順番とか大切です。あとまあこれめちゃくちゃ根本的な問題なんですけど罰で抑えようとしちゃダメですよね。まあワンちゃんは必要な時はあるんですけど褒めて伸ばしましょう。動物はよしみたいな、よしよしよし。だから座れをいいことだと思わせる、うん、よし、はい、触られる、ご飯もらえるとか人間が無理に抑え込むっていうのは必要がないんですね、うん、引いちゃってるし。なのでその子に合わせた、使い方をしましょうとなります。以上です。ありがとうございます。もっと知ってもらいたいのコーナーでしたと言いましたね今、はい、はい、ということで終わりました。はい、楽しかったです。結構でもきなこ疲れてます、うん、疲れてますねいいぐらいに疲れ、まあ、あれこう受け口が広くなってるっていうのは、まあ、ワンちゃんが自分で入れてまた自分で発射してみたいなっていうのができるおもちゃなんですよね、まあ、なので、まあ、人間がある程度その時間を楽しませてあげるのももちろんなんですが自分らでそういう選択があってもいいのかなっていうので、まあ、ワンちゃんのためにですねあのおもちゃを導入してもしました。またいつ遊ぶかはワンちゃん次第なので覚えたらあれを使って遊ぶんじゃないかなと思います。やってくれるかな。ちょっときなこはその前に壊しちゃうもんな、うん、壊しそう。ということで結論、もう
ール当てられるのすごい気持ちいい。いや、やばいっす。結論、動物に殴られる。結論、動物に生まれたい。生まれたい。はい、生まれたいらしいです、はい、このおもちゃが面白いと思った方はグッドボタンを、はい、試してくださいみたいなっていうおもちゃがあれば、あの商品名をコメント欄にお願いします。今考えてるのは絶対に壊れないおもちゃっていうやつがあるらしいんで、きなこにあげてみようかなっていう、はい、あと、チャンネル登録も忘れなく。はい、お待ちしております。バイバイ。いらい。バイバイ。あらきなこ、きなこ、きなこ、きなこ。えいちゃん、えいちゃん。ヒルサイ組、覚悟。せつきじん。おお。はい、いなりはこんな感じです。もう歩いて、歩いて。バイバイ。バイバイ。バイバイ。キョン。アナちゃん。アナちゃんじゃないよ、芝生だよ。バイバイ、ピーちゃん。バイバイ。みんな嘘つくやつがいい。芝生花ちゃんの成長大ちゃん。え、お名前は？山本です。山田です。うわ、似てる似てる。おー、どうですか、久しぶりのパウ。いろいろ変わってますね。いろいろ変わるから面白いパウ。お、写真も変わってますよ、写真。ぜひあのパウに来てくれ、買ってください。ペースが映ってるみたいな。大豆、大豆。